皆さんこんにちは、ドペンです。ラスティーレイクパラダイスやってきます。さあよいしょ。いや弟がね、ハエ人間か蚊人間に化けて、でお父さんを殺していったところからだね。はい、第5の災い、家畜の疫病を始めていきます。はい、で、あ、家畜も、ももちゃん、なんだこれ、まあ、なんだ、なんだこれ、え、はい、は、なにこれ、ん、わからん、なんだろうな、あ、ちゅう、わあ、わあ、ごめん、なんかごめんね、わからんな。で、これはわかめかな、レタスか。わかめなわけねえよな。だ、昔セクシーコマンドマサルさんで、あれだね、校長がわかめで、わかめ育ててたのあったよね。まあ、どうでもいいんだけど。どうでもいいよね。ごめんね。あ、ヤギ。なんか点々ついてんな。わ、これ何かな、気持ち悪い。わ、なんだろうな、これ。ああ、なんか繋がった。え、なにこれ、え、は、わ、これ何か、えい、わ、わ、何かな、何をやってんのかな、俺は。さっぱりわからん。とりあえず。よし、キャンセルされてね。よし。あ、おばあちゃん。息子はいつも腹をすかせているよ。弟のことかな？は、血に飢えてるってことかな？それとも、わしのこと？ほい。うわぁ。はい、トントン。で、ここには？うわぁ、空焼きしてるよ、フライパン。危ない。で、はい、ナイフ。手紙かな？あ、ラスティーレッグバーガー。な、そんな、ハンバーガー、あんの？はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、レタスはあるしな。まあ、食材集めろってことかな。こっちには？特になんもないな。うん。で、こっちには？あ、なんか、野菜たくさんあるじゃん。あれ？なに？うわ、なんか、わけのわからんの始まった。なんすかこれ。あ、なんか解いたな、わからん。あ、なるほど。これ今このなんか長いやつ3点置いたら、これが3つ埋まったから、だからそういう感じでやっていけばいいのかな。え？これで合ってる？合ってる？合ってねえな。ああ、なるほど。いや、分かってねえけどさ。うわ、分かってねえな、これ。これ方向転換とかできるか？え？うわ、なんか解いた。なんか訳が分からんという形だな、今。うわ、だんだん難しくなってんな。
っしゃー、オッケー。あー、まだ続きがあった。おーし、オッケー。え、これは？あ、きゅうりとトマトか。オッケー、手に入れました。オッケー。あんなに野菜あったのにこの2つだけか。で、ここはハート、ハート、ハート。で、こっちには、あ、お父さん、あ、お父さん生きてる。あ、よかったね。生きてるよね、お父さんお父さんだよね。おじさん、ハンバーガー食べたい。うるせえうるせえわ。ちょっと待ってろ。で、これがバンズか。食材を集めてこればいいのか。はいはい。じゃあ食材探そうか。この牛と羊は何なんだろうな。これとこう。これがよくわかんねえな。うわー、なんか腹立つな。で、あ、灰色できた。これか。で、うわー、わかんない。わかんないもん、取っちゃった。で、これは？うわ、なんか、裂けた。あ、ナイフを俺、今、装備してるから、なんか、勝手にやっちゃった。うわ、うわ、あ、ごめんごめん。うわ、おっさんごめん。うわー、牛の生肉。うわ、うわ、大丈夫、大丈夫。ごめんね。ごめんね。うん、いいよ。ありがとう。ありがとう。君のことは忘れない。で、この樽なんか、いるんじゃないか？牛の乳よ。だって、ね、取らないといけないから。いや、取らなきゃいけないかどうかはわかんないけど。じゃあ、羊さんの肉も取ろうか。これわかんないな。これがわかんない。多分ね、この1個が1つの線だけ結ばなくちゃいけないで、2つは2つの線で結んで、3つは3つの線で結ぶみたいな感じかな。じゃあこうすればいいんじゃない。はいはい。あ、ダメか。交差しちゃダメなのか。ちょっとやり直そう。こうしてこうして、で、多分この3個目がね、多分なんかくせもんだな。こうしようか。あ、こうさせちゃいけないからな。こうしようか。で、こうして、あー、ダメか。こうすると、あー、ダメなの？これダメなの？あー、できた。いいんじゃないか。俺のマウスの動きが悪かっただけか。こうか。オッケー。で、6つは、うわ、だんだん複雑になってきたな。で、こうか。こう
こうか。オッケー。あえてナイフで、復讐。あー、ひつじさんごめんね。お肉いただきます。ヤギのベーコン。なんでベーコンにもう仕上がってんだ、もう。もうすでに加工された状態で取り出されちゃった。あ、おばあちゃん、なんか、切ってよ。はい。エストン。えい。はい、ケチャップ。ケチャップができたの？うん。じゃあ、キュウリ。はい。はい。スライス。はい。生肉は？ひき肉。で、ベーコンは？スライス。ほい。レタスはそのまま。はい。で、肉を焼けばいいのか。はい。はい。お、ハンバーグができた。はいはい。他の食材はなんか焼いた方がいい？はい。はい、カリカリのベーコン。ケチャップは？いらない。はい。で、レシピには、きゅうり、ケチャップ、レタス、きゅうり、きゅうり、ケチャップ、で、カリカリのベーコンはどこにあるの？これかな？ 6 つ必要だな。あと1つあんな。なんだろう。あ、バケツ。で、あ、もしかしたらこのバケツで牛の乳を取ると。牛の乳を取ってどうするんだ。はい。で、プチュープチュー、ミルクの入ったバケツ、オッケー。これをどうするんだろうな。で、この桶になんか入れるな。これ、はい、ミルク。なんか入れた、なんか入れた、なんか入れた。うわ、なにこれ。え、なにこれ、これなんすか。うわ、なにこれ、なにこれ。あ、綺麗。あ、チーズのことか。はい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 、オッケー。これで食材揃ったんじゃないか。はいはいはい。レタス、ハンバーグ、キュウリ、ケチャップ、レタス、はい、どうぞどうぞ。あ、チーズか。はいはいはい、オッケー。で、これでオッケー。これがラスティレッグバーガーか。はい、召し上がれ、召し上がれ。はい。あー、美味しそう。え、今おならした？おなら、今おならじゃないよね。椅子を引いた音だよね。うん。はい。わかってるわかってる。うん。で、おじさんはどこ行った？おじさん。わー、トイレしてる。ごめんなさい。なんだよ。髪？うわー、うぜえ。もう、ちゃんと髪があるの確認してからうんこせよ。髪あるかな。まあ、ああいう時はね、こう、助けてあげよう。うん。ああいうピンチはね、うん、よくあるよくある。あ、これとかどう？レシピを紙にすんだ、あれか。おばあちゃん持ってる？あ、息子はいつも腹を空かせてるよ。あ、あれか、おじさんのことか。だよね。俺と弟はおばあちゃんの子じゃないもんね。おばあちゃんの子の子だもんね。すいません。髪持ってないですかね。持ってないよ。だよね。さらに切り裂くとかあるかな。結局何だったんだろうな、この牛のやつは。よくわかんなかった。溶けちゃったけど。こん中に髪ないかな。おじさん、髪ないわ。ごめん。は髪くれって言ってるしな。あ、まさか、わかったわかった。ね、多分お父さんの包帯だと思う。わ、ちょっとお父さんごめんね。ちょっと失礼します。はい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 。
はい。あ、なんか、お父さん大丈夫？弟にぶっ刺されてたけど。まだ頭痛がする。あ、よかった、生きてた。よかったね。まあ、それは頭痛とかするわな。いや、頭痛程度で済んでよかったわ。うん。はーい。おじさん、買い物持ってきたよ。うわー、くそ。なんだ。ありがとうぐらい言えよ。おい。あ、お父さん。お父さんね、おじさんが消えた。え？おじさんも、え？まさか中に入ってる？わ、消えた。うわー、うんこの中にキューブあったよ。うわー、取りたくねえんだけど。うわー、あのクソおじさん。うわー、汚い。エカちゃん、しか、あいつキューブ食ってたんかな。うわ、うんこを見ながら思い出を思い出されても。え、何？何の思い出かな、これ。え、なん、なに、なに？え、なに？あ、なんかお母さんが研究をしてるのか。お母さんはなんか研究してるか。まあいいや、あのキューブをゲットしたから。あ、おじさん大丈夫？ね、おじさん大丈夫か？うわ、怖。じゃあとりあえずクリアしよう。あれ、キューブがない。あれ？どういうこと？ちゃんと取らねえとダメか。これなんだろうな、なんかイノシシいるな。今の何だったかな、イノシシいたもんな。あー、で、キューブが手に入ったと。はい。一回もしかしたら戻ってよかったかもしれないな。あのイノシシはなんかあるかもしれん。なんかが。うん。ああ、あっち行け、シシ。うわ、何かね、何かね、今のは。ほい、まあ、特になんもないか。はい、じゃあキューブ入れます。はい、はい、ジャブと。おーし。で、これで家畜が浄化されたと。で、次は、あ、なんだろうな、この人。 The sixth plague. 第6の災い、Boils. 腫れ物。おーい、オッケー、やってく。なんか秋になったらいきなりいきなり季節が進んだな。これは瓶。これはわわわわわ。これ一人でに動いてんのかな。わ、え、これは草かな。草、はい。で、あ、ちょっと開けてよ。うわ、誰？誰？なになに？あの、瓶をください。あー、はい。うわ、怖。誰？あー、なんか入れないとダメだな。この辺でじゃあ水汲もうか。汲めるかな。わわわわ。え？はい。え？わわ。ああ、食べた。うわー、血が出た。
うわー、怖い。あ、なるほどね。ほいほい。おい。まあ、誰だろうな、こいつ。はい、じゃあ、どうぞ。まあ、全然パラダイスじゃねえよ、こんなとこ。皮肉がすぎるぞ。え、あ、キノコ。はい、ポンポン。ポン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 。なんもねえか。ああ、おばあちゃん、おじいさん大丈夫？倒れてっけろ。死の匂いがする。おじいさんのことかな？おじいさん大丈夫？うわ、うわぁ。うわ、大丈夫、おじいさん。うわ、怖っ。これなんだろうね。うわ、乳首、毛、ついてますけど。汚ねえ乳首だなぁ、もう。え？腫れ物を潰せばいいのか？違うな。え？なんだ？はい。ああ、なるほど。この腫れ物の近く、隣にこのマークがあって、そのマークを消し、こうやって方向の、まあ、マークの方向にあるそのマークの色の腫れ物を消していくみたいな感じかな。なので、これってこれ。で、赤。で、青か。で、緑。赤。で、青。緑。赤。で、こうか。よし。これ、大丈夫？これが、なんかあるかな？ナイフとかで取るとか、みたいなのある？これは？なんだろうな。キュアタイム時間飛躍飛躍うん。何かな。ちょっとまたいろいろ調べよう。でここには、はい、玉ねぎで杖、災いの杖。はいはいはい。あ、鍵がある。鍵。で、ここには何もない。これ何の鍵かな？ああ、さっきの。ごめんください。あなたは誰ですか？ああ、災いの杖をくれと。はいはい、どうぞ。おい。うん。ありがとう。何？何かな？あ、血。血を手にだ。いや、あんま欲しくないですけど。先進もう。で、ここには何がある？灰がかかってる。これか。地形か。時計は？わかんないな。で、ここには、ああ、開いた。あ、ここの鍵か。で、瓶3つも3つも手に入れた。何使うかな。で、ナイフ。あ、で、胡椒。胡椒種の状態の胡椒か。で、マッチ2本のマッチで、針と糸が。はいはい。キー、多分あれだよね、このナイフでおじさんの胸を切って、で、なんか手術しておじさんを蘇らせるみたいな感じかな。 OK。 はい。うわぁ、ごめんね、おじいさん。ごめん。うわぁ、うわ、心臓出てきてんじゃん。大丈夫？ち、うわ。うわ、ごめん、ごめん。うわ、おじいさん死んでる？もしかして、縫い針。
うわ、ちげえじゃん。うわ、故障、睡眠じゃねえか。もう心臓戻せ、戻せ、戻せない。うわ、ごめん、おじさん。大丈夫？うわ、生きてる。うわ、なんで？なんか、こう、目が開かないように縫合するとかさ、そんなひどいことないか。なんだろうな、血かな。なぜおじさん、目を見開くかな。うわ、死の香りっていうか、おじさん死んでたね。ここ、瓶は？ああ！はい。なんかどんどん入ってっけど。いいのこれ。これ合ってるかな？あ、違うんだ。何これ？これなんだろうな。飛躍はなんだろうな。で、タイムは、これ多分時計のヒントなんだよね。わからん。胡椒使うのかな。違う。マッチ、玉ねぎ。なわけねえか。わからん。ちょっとおじさん待っとって。うわー、心臓取り出して待っとってはないよな。あれ？The smell of death is in the air。 何を言ってるんだ、何を言ってるんだ。ちょっと返して。ああ、書いてる。ああ、血嗅いだから鼻血出たんかな。どういうこと？どういうこと？なんだよ、今の。はい。おい。おい。はい。うわ、何がしたいんだ。返せ。マッシュルーム。おい。うわー、何？何を出した？これ何？瓶。唾液を手に入れた。はあ、はあ、はあ。玉ねぎは？あ、涙。はいはい。あ、涙手に入れた。あ、心臓とか？え？針。胡椒か？はい。どう？何これ？この汚いの。鼻水か。汚ねえな。で、これで液体は4つ揃ったのか。わ、だから何なんだろうな。まだわからん。血と、涙、鼻水、唾液。わ、わかんねえ。まだ。多分正しい順番があるな。一応この矢印は4種類あるから、4種類のやつ入れればいいのかな。わ、なんか乳首クリックしたらなんかなんかいろいろ出てきた。何これ。心臓。わ、なんだろうな。俺何を見させられてんだろうな。わ、なん、あ、なんか乳首が、何？乳首をタッチしてなかったんだもん。俺何やらされてるんだ。なんかヒントが隠されてる。なんだろう。わ、こんなんクリックしたことないんだけど。あげるもある。ひげ切るとかじゃないな。あ、なんだなんだ。マッチ
やってまばたきをしないようにすると、え、うわあ、何なんだ何なんだ、え、うわ怖いんだけど、すんごい。で、乳首関係ねえなもう何のゲームやってんのかな今。で、縫合とかは、え、違うな、これか、いや違うな、うわ何にマッチ使ったかな今。あ、媚薬を飲ま、媚薬じゃない、飛躍か媚薬なわけないか、ごめんなさい飛躍を飲ませればいいのか。すいません、なんかわかんないですかね。涙、あ、わかった、このスティックの向きだ。あー、なるほど、涙はだから横なんか、はいはいはい、オッケー。で、涙返して、で、血はどこ、血は上か、はいはいはい、で、血返してもらって、これ鼻水だよね。で、鼻水、そう、何の飛躍を作ろうとしてんの今。で、唾液はだ、右上か、 OK、 やっぱり、あれ、ちょっと待って、これ唾液だよね、合ってるか、合ってるか、 OKOK、 よし、飛躍を作ろう。あー、謎解き難しいなこのゲーム。でもなんか頑張れば分かるレベルだから、よし、じゃあ行きます。作ります。まずは鼻水だね。あ、しまった。唾液返せ。はい、返して。この人何者なんだろうな。まあ、さっきの乳首ドリル、なんか意味あったんかな、俺。なんか変なことやったな。で、じゃあまず飛躍を作ろう。はい、鼻水で、次は涙か、はい、涙で、次は唾液で、次は鼻水で、涙で、最後は血だな。ほい、どうだ、オッケー、できた。はい、薬で、これをおじさんに飲ませればいいのかな、今こんな状態になってるから。なるほど、はい、はい、飲んでと、どうなる、うわー、なんだろうな、さっきの歯だよな、これ歯っていうか、あの時間の頻度だよな、うわー、なんだろうな、これあ、歯を合わせろみたいなこと、あー、なるほど、あのこっちの歯と、こっちの歯じゃない、上と下の歯を合わせるんだ、形を。 OK、 こうか、こうだね、で、こうか、うわ、ちょっとバラバラにやっちゃってんな、順番テンパらないかな。で、こうか、で、こいつはこう、こうだな、で、こう、こうかな、ね、こうかな、こう、おーっしゃー、確かこの上の歯が分身で、下が地震だな、だから5時40分か。オッケー。ありがとう、おじさん。
あなたの死は無駄にしません。うわ、すんげえ顔で見てんな、こっち。うわ、怖いな。てか、心臓大丈夫？心臓戻してあげなくていい？あ、もう乳首ドリルはいいから。うん、はい。あ、すいません、さっきはありがとうございました。分身が40分で、地震が50分ね。オッケー。お、なんか取れた。あ、時計の装置と心臓、あー、なるほど。あ、で、心臓が動いた。心臓動力源にしてんの、この時計。え、で、開いたね。これ何かな。え？え？何何？待ち針で動くな。あー、なんかドラッグで動くな。じゃあタイム、タイム、タイムか。はいはいはい。MM MRタイムない。 M がないな。じゃあキュアはねえな。こっちになんかヒントない？キー、あー、ダメか。ヒントなんだろうな。おじさん、ヒントないかな。なんか乳首ドリル埋まってないかな。うわー、なんかあるかな。なんでこれ乳首ドリルができる仕様になってんのかな。なぜそんなもん作った。あ、もしかしてこれ、あ、あー、なるほど。え、もしかしておじさんこれで復活する？で縫うのか。はいはいはい。おじさんどう？あー、一回やった。大丈夫おじさん。ボア、あ、はいはい、ありがとうございます。なんだボアって。じゃあおじさんから答えもらったんで、あ、縫い針なしでも動かせるか。はいはい、ボア、あるあるある。オッケー。え、あー、黒いキューブだ。よかった。さあ、思い出は？あ、これ俺、俺じゃない？え、何やらされてんの？パラダイス島は偉大な生贄がなければ存在しないの。やめろ、もう。そんなもんは、かけんでくれ。うわー、何やってんだこいつら。はい、キューブ手に入れた。よかった、やっとクリアできた。ありがとうございました。なんだあの人、いい人だ。あー、怖かった。よし、でここにキューブを入れると。はいはい、次はどうなるかな。おい、で、次は、あれ何？木？木かな？何かな？ The seventh plague. お、第七の災い。ヒョウ。あれ、ヒョウだったかな。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のっぺんでした。さよならー。